オーテック・ザガート・ステルビオは、日産自動車の子会社であるオーテック・ジャパンが、イタリアのカロッツェリア・ザガートと共同開発したクーペで、オーテック・ステルビオ・ザガートとも呼ばれた。二代目レパードの車種をベースに、ハンドメイドのアルミ製ボディ、カーボンファイバー製、ボンネットフードを乗せ、内装は総側張りという豪華な作りで、バブル機を象徴する一台だった。少量生産者ではあるが、 運輸省への届け出場は、レッパードの改造車という扱いではなく、社名、オーテックザガーと、車両形式 EAG1 として、運輸省の形式指定を受けている。主に、日本へ輸出された。生産台数は公式には、200台プロトタイプ3台とされているが、実際の販売台数は100台強で、オーテックは、エンジンや、トランスミッションなどの余剰在庫を抱えた。 そのため後に在庫を解消する目的で、ザガートガビア、スカイライン R31 ベースの S&S ドリフトパッケージといった車両が企画されることとなった。内装は、インパネとセンターコンソールは、基本的に、レッパードとの共用部品だが、インパネは、全面本側ベロアバりで、助手席から中央にかけて、上部は、形状も、微妙に変更され、本。 木目パネルも追加された。オーディオはこの年代の日産自動車でよく取り付けられていたカセット CD デッキを装備。シートはイタリア製本革を使用していて、レッパード特有の中折れ式助手席はなし。ステアリングは専用だが、AT シフトレバーとハンドブレーキレバーは共用。メーターレイアウトは同じだが、イタの自体は変更されている。 タイヤとアルミホイールは変更されていて、レパードよりワンサイズ大きな225、50R16 となっている。名称のステルビオの由来は、アルプス山脈スイスイタリア国境のステルビオ峠であり、当時オーテックの社長だった桜井慎一郎が、プリンス自動車時代に上司の中川良一と出張の途中に立ち寄った、同峠に感銘を受けたためと言われている。 ボディにフェンダーミラーを内蔵するのは桜井のアイデアと言われているが、奇抜ではあるもののデザイン的な評判はあまり良くない。日本ではドアミラーが運輸省の規制が解ける1980年代に普及する以前はフェンダーミラーのみしか採用できないこともあり、国内では一般的であったものの、日本やイギリスなど一部の国以外では一般的ではなく、ザガートのスタッフは フェンダーミラーの存在を知らず、デザイン発注の際に困惑したと言われる。ありがとうございます。